はい、どうも、ヒロです。パレスキャリア続きやっていきます。で、今回はリーグ戦のユナイテッド戦やっていきます。で、前回、チャンピオンズリーグの、ライプチヒ戦やりまして、4対3で勝って、グループステージ首位でね、なんとか折り返して。で、まあ、今回リーグ戦なんですけど、まあ、リーグ戦も、無敗で今、首位で頑張ってます。まあ、戦力のこと考えたら、すごくね、いい成績なんじゃないかなと思います。で、失点の方もね、まあ、10失点してるんですけど、まあ、昨シーズンのこと考えたら、だいぶ失点数少なくなったかなと。その分、まあ、得点力は相変わらず、高いので、そこをね、まあ、カバーできてるのかなと思います。はい。で、ユナイテッド戦のスタメンなんですけども、トップオルシーニで、で、トップ下が、バランクス、エリオット、ラクサキで、で、アンカーのとこが、イロエグブナブ、ホワイト。で、ディフェンスラインが、ベイト、ルガーニ、ムベッテ、ウィリアムズ、で、ウンベハウムですね。ウンベハウムでやっていきます。はい。よし。まあ、若手の成長、に期待しながらね、今シーズン頑張ってますけど。まあね、なかなか、うまくいってるようで、いってなさそうな、シーズンになってるような、なってないようなですけど。まあ、とりあえずユナイテッド戦ね、勝てるようにやっていきます。はい、じゃあやっていきましょう。あぶね、ナイス。うわ、止めた。やっぱ。なんだけど、みんなさ、アルティメットとかでやってんの？ワールドクラスとかでやってんの？キャリアって。めっちゃ気になるんやけど、ワールドクラスとかでやってもええんだったら俺やるけどな。マジで。あー、やられた。あー、つら。よし、OK。よし。Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is. Perfectly placed, while the movement in the box is equal to it. It's such good timing. What a goal. 素晴らしい。くっそ、危ない、ナイス。うわ、嘘だろ、マジか。ナイスキーパー。あー、 PK だね。やだね。やだな。よし、オッケー。よーし。まあ、とりあえずスタメン起用した選手たちが期待には応えてますね。素晴らしい。嘘だろ、もう。おーし、OK。オッケー、
Christian Kouame. Leandro Barreiro. Can he put it in? よし、OK、素晴らしい。よし。素晴らしかった、これは。いいポジショニングでしたね。よかったですね。あー、浮いた。くそ。うまかったけどな、この崩し。エリオットがマジで輝きすぎてやばいな。うわ、惜しい。ディフェンダーのゴールが欲しい。よし、勝った、OK。よしよし。もう失点はある程度目つむらんと、このチームじゃ、失点するのはもう当たり前のような感じやから、もう。どれだけ点取るかやな、ほんまに。OK、OK。はい、4対3で、まあ、ギリギリね、勝つことができまして、まあ、オルシーニとか、ラクサキがね、頑張ってくれたのもあったけど、いや、やっぱりエリオットかなと思いますね。いやー、素晴らしかった。本当に。他の選手がね、移籍した中、エリオットにオファー、まあ、来なかったんですけど、まあ、残留になって。まあ、エリオットがいなかったらもっとひどいシーズンになってたかなと思うので、今ね、首位にいるのが奇跡的な感じなんで、いやー、よかった、マジで。で、まあ、今回は、これで終わりにしましょう。では、また次回ということで、ご視聴ありがとうございました。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。